大変、忘れ物です。バス停はスクールバスじゃないから途中で乗り換えないとですよね。授業ごとに教室が違うって言ってたような。でもそうすると誰かに聞くわけにもいかないですし。探すしかないですね。よかったです、会えて。はい、これ忘れ物です。体育の授業ない。え？だから体操着いらない。